です。今日はメジャーリーグドジャースで活躍する大谷翔平選手の元通訳、水原一平容疑者でもクローズアップされたギャンブル依存症について藤岡記者とお伝えしていきます。ギャンブル依存症は1970年代後半に WHO 世界保健機関において病的賭博という名称で正式に病気として認められたものになります。ギャンブル依存症が疑われる20歳以上の人はおよそ320万人いると言われています。はい、そんな中依存症ということでどんな方が当てはまるんでしょうか。はい、こちらにまとめました。こちらにあります、はい、興奮を求めて賭け金が増える、ギャンブルをしないと落ち着かない、ギャンブルのことで嘘をついたり借金をする、これらに該当する人はギャンブル依存症と診断される可能性が高いです。今回私はギャンブル依存症と診断された男性を取材し、依存症の怖さを再確認しました。倉敷市に住む佐藤さん、10年ほど前知人に連れられて初めてパチンコを体験しました。わーでやっぱ楽しいし、やっぱ勝つこともあったので、その時にやっぱ自分のこう自信のなさとか、なんかむしゃくしゃしたりとかっていうような感情を埋め合わせてくれるのがギャンブルだったかな、パチンコだったかなと思いますね。一度に10万円以上勝ち、快感を得ることもあった一方、通えば通うほど負けが込む状況が続きました。勝って取り戻せばいい、この思考が徐々に佐藤さんの生活を蝕み、消費者金融などから500万の借金を背負うことに。4年前医療機関でギャンブル依存症と診断されました。金のあれを管理を家族や彼女にしてもらってたので、本当にお財布にはほとんどお金は入ってない状況がずっと続いてたんですけど、周囲のサポートもあって極力ギャンブルから距離を置く生活を続けていましたが、何かの折にそれこそ何千円かが財布にポンと入ることがあって、でその時にもう耐えられなくなってパチンコにまた行ってしまうっていう、結局負けたんですよね。でその時にもう頭がこうパニックというかガーンって衝撃を受けて、でもうで結局そこから動けなくなって、車の中で3日間ほどそこから失踪をしたという感じですね。あ、これは本当に自分でどうにかしなきゃいけないんだ、その時にやっと一つ認めれたのかなっていう、自分が依存症でも病気であるっていうことに。佐藤さんは依存症の怖さを痛感し、本気でこの病気と向き合うため今年1月からある場所を定期的に訪れるようになりました。依存症の方々の集まりは自助グループというのに向かってます。ギャンブルをやめるための活動とかっていう、こういうふうにしてますとかっていうのを、各々がしゃべる。到着したのは岡山市内の公民館。やっぱこのとっさに出るその嘘っていうのはなんかこの、昔からの癖で、ここではギャンブル依存症患者らで作る自助グループが自身の経験を共有し合う場が設けられており、週に2回開催されています。パチンコのことや、パチンコのホールですね、が頭にシュッとこう横切る瞬間は、結構あって、いやいやと思いながらこう行かないっていう日々がを毎日やめ続けるのは当たり前の話で、まず半年、そしてその次は1年、自分がギャンブルに行かなかった日っていうのを迎えれるように、はい、それ頑張ろうと。はい、ダメなんだとね、本人は分かっていてもまたお金をつぎ込んでしまう衝動に駆られるということで、この依存症の怖さ改めて感じましたね。依存症患者はさまざまな誘惑がある中、毎日今日はやめられた、
明日も続けようという日々毎日、戦っております。本人の強い意志が一番大事だなと思いました。はい、藤岡さん、冒頭でですね、依存症は病気だと言われましたよね、うん、これ完治はするんでしょうか。はい、完治は難しいそうですが、回復することは可能だそうです。この後は依存症の治療法などについてお伝えいたします。今日はギャンブル依存症について藤岡記者とお伝えしています。先ほどはギャンブル依存症と診断された人の声をお伝えしましたが、この依存症は医師による正しいプログラムにより症状を回復することは可能です。岡山県内で唯一の専門機関、岡山県精神科医療センターの精神科医にその治療法などを聞きました。ギャンブル依存症は、楽しみから始めたギャンブルがですね、いつしかですね、楽しみ以上のものになって、いろんな問題が起こりながらもギャンブルを自制できなくなる、脳の病気ということができます。きちっとこう認可された薬っていうのは、世界中見てもお薬ないんですね。その中で科学的に有効性が証明されたのが認知行動療法という、1対1の、集団でやる場合もありますけども、カウンセリングによる治療です。岡山県精神科医療センターでは2016年から精神療法の一つであるスイッチという治療プログラムの提供を始めています。専門医と個別に全8回のセッションが行われ、不健康、不合理、後ろ向きなどの思考に向き合い、健康的、合理的、前向きに変えることを目指すもので、患者に合わせ2ヶ月から4ヶ月かけて行っていきます。こういったことをずっと練習していく中でですね、ちょっとずつ1日2日1週間1ヶ月とギャンブルをやめれる日が伸びていってですね、でギャンブルのことをそんなに考えなくなって、他のことにちょっと楽しみを感じれるようになってくる。回復するまで諦めずに治療を継続するってことだと思います。ギャンブル衝動っていうのは本当に私たちが想像するように強いものです。まず回復できるという可能性を信じなければ一歩が出ませんから、回復できる病気であるということを信じてですね、今できる一歩一歩をこう続けていくということが大事だと思います。はい、れっきとしたもう脳の病気なんですね。はい、ギャンブル依存症の可能性がある方で病院に受診行く人は全体のおよそ 1% しかいないそうです。ギャンブルで勝ったり負けたりと、そういうものだと思い込んでいる人もいて、気づいた時には取り返せない状況になることも多いそうです。はい、そうした中、周囲がサポートすることも必要になってきますよね。はい、関わる人が多くなればなるほど早期改善は可能です。逆に遅れてしまうと、最悪のケースは人のお金を盗んでしまったり、詐欺事件に手を染めてしまったりするなど、犯罪行為にもつながりかねません。まずは早めに専門機関に相談してほしいなと思います。はい、そしてその相談窓口ですが、岡山香川の精神保健福祉センターなどで行っています。電話番号はご覧の通りとなっています。本当に気になる方はですね、我慢せずもう早めにですね、受診することをお勧めします。以上、今日ピリ、今日はですね、ギャンブル依存症について藤岡記者とお伝えしてきました。